パートナーの方とは、結婚をする直前ぐらいの状態だったってことでしょうか。今年の1月に入籍するっていう話をしているところで、年末の12月末にお別れをしたっていうところです。番組の取材に答えてくれたのは、現在生後9ヶ月の子を持ち、妊娠7ヶ月だという A 子さん。 A 子さんは生まれた子と妊娠中の子の父親である男性と婚約をしていましたが、結婚直前男性の浮気が発覚し婚約を破棄。現在は弁護士を通じて慰謝料と養育費の請求をしているといいます。時間が拘束されたり、弁護士費用がかかったり、あともちろん、思い出したくないことを思い出さなきゃいけなかったりっていう気持ちの負担だったり、本当に苦痛でしかなくて、もうこんなことするぐらいだったら、もうやらないで縁切ってしまおうかなって思うこともあるぐらい辛い作業ではあって、そんな A 子さんが励まされたと話すのが、いろいろな方のサリスマさんのアカウントを見て、励まされたり。サレ妻とは、夫に不倫をされた妻のことを指します。 A 子さんは SNS で自分自身と同じような境遇に立っているサレ妻と名乗る人たちの投稿が励みになっていたそうです。限界ギリギリのところで、それでも自分の生活だったり、お子さんいる人はお子さんのためだったり、本当に不倫されたから別れる選択をする人、いろんな理由で続けてる人がいて、自分だけじゃないとか、A 子さんが目にしていたようなサレ妻アカウントは、ここ最近 SNS で数多く見られるようになっています。同じような境遇の人の投稿を見て感じることとかっていうのはありましたか？不倫された、浮気されたっていうお話って、なかなか周りの人だったりとかに相談しにくいような内容だと思うんですね。それこそ周りの人に言ったら、名誉毀損だって相手から言われてしまいかねないようなことだと思うんで、どこにも助けてくれる場所がないから、SNS で言うしかないっていう方が多いと思います。サレ妻アカウントが増えた理由についてこう話す A 子さん。その一方、夫の不倫相手の個人情報や写真を晒すといった過激な行為に及ぶ人も、ここ最近では見られるようになっています。ちょっとこう過激なものとか、言葉遣いがちょっとこう激しいっていうものも散見されるっていうのも、私が見ててもそれは思う部分はたまにあるんですけれども、それについてはどういうふうにお考えですか？それでもに限らずだと思うんですけども、やっぱり現実ですごく我慢だったり辛い思いをしている中で、どこかで本音を吐き出す場所がないと自分を保てなくなるぐらい辛い心境にあるっていうことだと思います。許される行為ではありませんが、それほどまでに思い詰めてしまう人もいるのではないかと A 子さんは話します。不倫は犯罪ではないため、民法上の不法行為にあたる場合は、慰謝料という形で民事上の責任は追及できますが、懲役や罰金などの刑罰を科されることはありません。こうした中、A 子さんは社会全体として、不倫をされた側が守られるような仕組み作りを訴えます。それがカウンセリングなのか、法律の見直しなのかは、いろいろやり方はあると思うんですけど、
それぞれに合ったケアの方法を取れるような何か仕組みができたらいいな。その上で、浮気された人、不倫された人は別に浮気相手、不倫相手に嫉妬して負けたと思って傷ついてるわけではないです。一番愛して信じてた人に裏切られたことは辛くて傷つくんです。裏切らないでください。ということをしそうになってる人、浮気ぐらい不倫ぐらいって考えてる人にはお伝えしたいなと思います。さて、SNS 上で不倫について明かすアカウントが増えているということでしたが、どう見ましたか？そうですね、不倫について SNS で語る自分の辛いことっていうのを表現するというのは、まあ、自分の中に溜め込まないという意味で、まあ悪くない使い方かなとは思いますが、ただそれと個人情報を晒すというのは全く別の話になってくるので、自分の悩みを書くというのはいいですが、個人情報が特定するようなことっていうのは書いてはいけないなと思います。おっしゃる通り、ネット上で人を晒すというのが名誉毀損になる可能性が非常に高いですからね。はいはい、この SNS 上でいわゆる自分のこう愚痴みたいなものを書くっていうのは効果はあるんですか？はい、そうですね、やはり自分の中に溜めすぎてしまうよりは、今は本当にインターネットっていうのが会話のツールとしてもすごく使われているので、それに書くこと自体は問題はないんですが、ただ SNS って自分の調べ方とかでいろんな検索方法ができるじゃないですか。でそうすると同じような、先ほどありましたけど、同じようなされずまをされてた方との会話で元気になれたっていうのはあったんですが、元気になれる一方で同じ意見ばかりが集まってしまうので、これリスキーシフトって言われるんですが、似たようなちょっと悩みとかが同じような人たちが集まると、少し過激な方向に話がいってしまうと。なので普段だったら、いや個人情報を晒すのって名誉毀損にもなるし良くないよねって自分の理性が働くところが、いや大丈夫だよ、だって本当にそれって辛いことじゃんとか周りに言われると、どんどんそういった過激な行動をしてしまいがちになるということが言われています。人間って結構こう周囲の人の考え方に影響を受けることって多いですよね。はい、それが SNS 上でも起きるっていうことなんですね。そうですね、で特に SNS っていうのは自分の調べ方でそういう人たちを集められるので、日常だといろんな意見の人が周りにいるじゃないですか。はい、でも自分と同じ意見の人だけを抽出できるっていうのが SNS の、まあ、いいところでもあり、情報収集としてはいいところでもあり、まあ、そういった偏る可能性を、どんどん増大させてしまうところですよね。とは言ってもなかなかこうネットで相手を晒すだったりとか、はい、個人情報を上げるっていうのって、はい、犯罪ではあるんですけれども、どうしてこういったことが起きてしまうのでしょうか？はい、そうですね、まあ、ここに関してはそのリスキーシフトっていうのもあるんですけれども、これ一つ面白いのは、女性側が晒すときって女性を晒すんですよね。で男性が何か浮気をされましたみたいな時って自分の元々の奥さんだったりとか、そういったことを晒すんですよ。うん、なので結構相手が違ったりして、怒りの矛先が、怒りの矛先が全然違うんですよね。で女性が今回は、まあ、され妻なので、女性、同じ女性の方を晒すっていうことなんですけど、まあ、女性の方っていうのは結構、他者優先というふうに言われていて、自分よりも他者を優先する、まあ、母性があるように、人に、自分が、何か、してあげるっていうことに喜びを感じるっていうことがあるので、自分のその立場っていうのを、まあ、他の人に取られてしまうような気がして、そこに嫉妬心を煽ると、そうすると自分と、自分のこの立場、その空間っていうのを、所属っていうところを奪ってしまうような危険性、人間って承認欲求の前に所属の欲求っていうのがあって、その自分がここに属してるんだっていう、ここの立場があるんだっていうことを守りたくなってしまうので、そこを犯すような相手に対しては攻撃をしたくなってしまうという心理が働いています。はい、となると不倫をする男女の、はい、傾向も違いそうですね。よく言いますけれども、はい、違いますね。やはり男性っていうのは、まあ、肉体的な欲求っていうのが強いと言われていて、で女性に関しても実は一番多いのは肉体的な欲求と言われているんですが、その次に精神的な欲求っていうのが、まあ絡んでくると。なので、まあ、女性の方がより精神的に自分を必要とされたいとか、そういう気持ちが、
出てきて浮気につながる、不倫につながってしまいます。そしてこのアカウントで書くことについた自由なんですけど、個人情報を晒すというのはですね、あらゆる人にとって許されることではないというのを改めておっしゃりたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。